これから2番の山崎を迎えるところでピッチャーがまた変わります。渡辺がマウンドに上がりました。これが今シーズンの31試合目の登板です。ここまで3勝1敗、防御率は 2.04 です。真由美さん、ここは左のこの山崎、この後も3番の途中出場の本山が左というところでの渡辺と、はい、左はねちょっと打ちにくいですよ。こういうタイプの左ピッチャーっていないですからね。そうですね。この渡辺も非常に安定しています。前半戦の最後の登板まで9試合連続無失点中です。左はめっぽ強いっていうね、左をしっかり抑えてくれるっていうピッチャーがいるとね、本当に頼りがいがありますよね。これあ本当にあのこのピッチャーね、あの 村上とね一回対戦させてさしたいですよね。そうですね、はい、あの今シーズン村上に対しても4打席対戦ありまして、はい、フォアボールが1つなんですけれども、うん、後の3打席は3三振、うん、しっかりと抑えてるんですね、はい、空振り三振、これで2アウト。2番の山崎、左バッターを抑えました。すごいスライダーですね。すごいスライダー。もうあのバッターが背中から来てるみたいな感じになってんじゃん。多分浮き上がってる感じに感じるかもしれないですね。このバッターの山崎の空振りを見ても、でもあの振るときにかかとに体重かかってるね、はい、アウトコースのボールになる。そして3番の本山、左バッターのところでピンチヒッターです。右バッターの内山が起用されています。岩田さんも、はい、まあ、同じ左投手ではありますけれども、はい、やはりこの変則フォームの渡辺選手のボールというのは相当軌道、まあ、練習しにくいタイプのピッチャーですよね。あんなとフォームで投げてくるピッチャーなかなかいないんで練習しづらいと思います。イメージだけでやっぱ打席立つことになるんで、はい、まあ、攻略はね難しいのかなと思いますね。右バッターの内山も追い込んでいます。空振り三振、3アウト。この8回はタイガースのリリーフ陣が非常にいい投球を見せました。8回の表ヤクルト打線を0点に抑えています。